はい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 。やっぱり全権監督ってあかんかったんやなっていうふうに本当に思いますし、本当に原監督、前監督には悪いけども、安倍監督の方が優秀なんちゃうかなって思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、少し、外国人選手の補強についてお話ししていきたいなというふうに思ってます。はい、今冒頭でね、結構ぶっ込みましたけども、はい、安倍監督ね、僕素晴らしいと思います。はい、いろんな面ありますよね、監督ってね、采配の、うまさとか。メディア対応のね、うまさであったりとか、いろんなね、ところあると思うんですけど、僕、原監督嫌いなところとしては、全権監督っていうところが、やっぱり良くないと思うんですね。その理由はですね、別にその、監督に限ったことじゃなくて、企業でもそうですし、政治家でもそうですし、もう何でも多分そうだと思うんですけど、一人の人が、権力をあまりにも持ちすぎると、それに対して、何も言えなくなるというかね、周りの人が何も言えなくなるし、どんどんね、気が大きくなって、自分が世界を動かしてるみたいな形でね、そういう人じゃなくてもね、そういう、立場になってしまうと、大きくなってしまう。気が大きくなってしまうっていうところがあるので、やっぱり全権監督とかもそうですし、企業の社長とかも、政治家とかもそうかもしれないですけども、やはり、周りに、やっぱりこう、イエスマンばっかりじゃなくて反対する人を置いたりとか、ね、そういったことってやっぱり必要だと思うんですね。で、今日のトピックである、その外国人補強っていうところに関しても、間違いなくそうかなと思ってて、やっぱり全権監督、原監督だったら、やっぱ口出しするじゃないですか。普通に考えて、どう考えても。全権監督なんだから、どういう外国人を取って来いとか、どういう外国人が欲しいとか、絶対要望を出すじゃないですか。で、結局、今からちょっと振り返っていこうかなと思うんですけど、結論言うと、全く当たってないんですね。外国人選手がね。当たってた選手も、いますけども、でも確率からしたらめちゃくちゃ低い確率になってるんですね。で、ちょっと選手をね、パーッと見ていきたいんですけど、原監督がね、監督の時に、一体どういう、選手が来てるかみたいなところをね、見ていきたいんですけど、最近のところ言ったらもう、今日はね、ちょっと野手の外国人ね、見ていきたいんで、はい、野手見ていきますけどもね、ウォーカーであったりとか、ブリンソンね、ウォーカー、今、ソードバンク行ってますし、打力がいいんだけども、守備がっていうところで、ソードバンク行きましたしね、で、ブリンソンにも、もうね、ほんまに、ちょいちょい最近でもまだ X で、なんかトレンド入りとかしたりしますけども、なんかこう、なんて、エンターテイナーというかね、本当にミス、えげつないミスもやらかすし、でもえげつなく打ったりすることもあるみたいな、もうすごく使いにくい選手。で、ポランコ、千葉ロッテ行ったりとかね。で、ウィーラー、いましたね。ウィーラー、良かったですね。で、ウレーニャ。ウレーニャも今いますけどもね。はい。で、2021年とかは、スモーク、テームズ、ハイネマンとかね。スモークもテームズもすぐ怪我して帰ったりとかね。で、モタ、パーラとかね。パーラとかも、すごくこう期待されてたけども、結局全然結果出せずっていうところも。モタもね、すぐ戦力外になりましたし。で、ビアヌエバとか、マルティネス、ゲレーロとかもね。パッとしないと。ゲレーロとかも中日でやってて、来ましたけども、良くない人。で、マギーとか、いました。マギーはそこそこやってくれましたけども、これ見てね、今10人以上言いましたけども、当たってんのって本当に誰やろうっていうぐらい、マギーとかぐらいかなっていう感じなんで、ポランコとかもやってくれましたけど、なんかこう、すぐ出したりとかしましたし、あんまり、パッとしないっていう感じで、打率としては悪いなっていう感じするんですよ。で、このね、今名前挙げたらね、10人ぐらいいるじゃないですか。で、おのおのね、選手の特徴とかあるんですけど、大体ね、はっきり言いますよ。なんかメジャーで、なんか何十発、
みたいな、あるじゃないですか。なんか新聞の記事とかで、なんか何十発、みたいな。で、煽るじゃないですか、メディアも。で、そういう選手で、活躍した試し全然ないやないかって。うん。で、多分ですけど、まあ、原監督がね、多分重視してたところって、多分、バッティングの、あの、パワーだと思うんですね。やっぱり外国人選手やから、なんかパワーあって、まあ、ホームランを、たくさん、打てそうな選手を取ってこい、みたいな、多分指示が出たと思うんですね。で、実際、今挙げた選手で、ホームランを例えば、ね、30本以上打ったとか選手っていないと思うんですよね。うん。まあ、ポランコとかは、まあ、そこそこ打ってた感じはありますけど、まあ、うん。でも結局、そんな30本とか打ってる選手っていないと思うんですね。だから結局、僕が言いたいのは、メジャーで何発とか言ってても、日本に適応できるかっていうのは別だと思うんですね。うん。まあ、僕も一緒にやった選手いますし、実際、まあ、ね、まあ、いい性格の人が多かったんで、まあ、人としてはすごく良かったんですが、まあ、その選手としてね、見たときに、まあ、果たしてこう、本当に日本に適応して、やれてるかって言われると、まあ、皆さんも思ってらっしゃいますけども、多分できてないんじゃないかなって僕思うんですね。で、冒頭でね、僕、阿部監督が優秀だっていうふうなことを言いましたけども、なぜ優秀かっていうと、この、阿部監督、まあ、ちょいちょい記事とかに書いてたんですけど、フロントとか、そういう、例えばこう、編成とか、まあ、ドラフトとか、あるじゃないですか。で、それに関して、言ってない。口出ししてないっていう風にね、言ってたんですよ。で、例えば、原監督だったら絶対言ってると思うんですね。絶対言ってると思うんですよ。なんかこう、浅野選手いるじゃないですか。浅野選手を取ったのも、なんかこう、原監督がなんか甲子園でのなんかホームランかなんかを見て、1位で行くよみたいな感じで言ったりとかね、はあって、まあ今成功してるんで、それはね、いいかなと思うんですけど、まあその外国人選手にっていうところに多いと言えば、全く外れてるし、で、その結局、ドラフトとか、まあその外国人補強もそうですけど、まあ、監督の意見っていうのは、それはね、一番尊重される、ところはわかるんですが、結局、そのスカウトとかが一番見てるし、一番足運んで、一番こう、もうほんまにもう、その選手に穴が開くぐらい見てるわけですから、その選手とか、その、ドラフト、まあ、編成の人ですよね、とかを信頼してると思うんですね。うん。だから、まあ、阿部監督もね、多分、口を出すことはあると思うんですけど、やっぱ一番見てんのは彼らというかね、その、編成の人だったりとか、スカウトの人だったりするんで、もうその人たちを信頼してるからこそうまくいってると思うんですね。で、まあ本題ですけども、まあ今年ね、ヘルナンデスと、まあモンテス入っていてくれて、二人ともめっちゃ大活躍してるじゃないですか。で、僕それなんでかなと思ったんですよ。で、さっき言ったみたいにね、こんだけ十何人、ドラフ、外国人選手ね、言ってね、活躍したなと思える人って一人か二人ぐらいじゃないですか、はっきり言ってね。なのに、なんで今回ね、野手二人取って、二人とも当たりやったんかっていうのを、ちょっとね、僕なりに話していきたいんですけど、簡単に言うと、多分、パワーはいらないっていうところに行き着いたと思うんですね。うん。で、パワーじゃなくて、多分、ミートが上手かったりとか、例えばこう、日本って変化球とかが鋭かったりするんで、低めの変化球を振らないとか、みたいなところにシフトチェンジしたと思うんですね。原監督はパワー、ホームラン打てる選手を連れてこいって言ってたの、言ってたんですけど、まあ、阿部監督とかはどっちかっていうと、まあ、ミート中心でいいから、うん、低めの変化球を止まってくれたらいいよ、みたいな、そういう、ところにチェンジしたと思うんですね。だから、今の野球に適したというか、適応できるような選手を連れてきてほしいっていうところでやったと思うんですね。で、結果、ヘルナンデスもね、これ成績見ると、56試合で2割9分4厘、8ホームラン30打点、OPS798、得点圏 3割5分2厘、うん。で、ホームランいらないよって言ってるのに、8本ホームランって言うんですね。うん。素晴らしいですよね。で、モンテスに関しても24試合で3割2分9厘。で、0ホームランなんですけど、9打点。で、0ホームランにもかかわらず、OPS863 あるんですね。それすごいですよね。だから2塁であったりとか、そういった長打が多いっていうところなんですね。で、得点圏で言ったら4割言ってるんですよ。だから、モンテスも打球上がってきたらホームラン増えると思いますし、で、多分結局、東京ドームなんですぐ、だって僕でもね、フリーバッティングでね、普通に、パーンって軽くじゃないけど、普通に言ったら東京ドームバーンって入るぐらいなんで、それは外国人選手がパワーないと言ってもね、
普通に新外れても東京でもやったらホームランになるんですよ。だから、そういったところもあって、ミート中心というか、ミートが上手くて、なんかその低めの変化球が止まって、そういった選手を連れてきてほしいって多分要望を出したのか、まあスカウトがいいと思って判断したのか、それはわからないですけども、で、そこまで口出してないと思うんですよ。だから成功したと思うんですね。だから、まあ結論、もう一回戻りますけど、あんまり人に、責任が重すぎるとね、一人のところに全権みたいな感じでやってしまうと、その人の意見しか反映されないんで、結局、企業もそうやし、組織も衰退していくと思うんですね。うん。実際歴史が多分そう、物語ってると思うんで、どの歴史も、中国の歴史見ても、日本の歴史見ても、一人のやつが、やってるとこって大体崩壊してるんで、だから、そういった形で、まあ、安倍監督は、その、監督1年目かもしれないけども、しっかりこう役割分担ができてて、そのね、まあ、スカウトだったらスカウトの人、編成だったら編成の人に、やっぱりこう、なんていうの、責任を権限をね、こう委託してるみたいなことがあるんで、そういったところで非常にこう、まあ、やりがいを感じてるのかなとも思いますし、その編成の人たちもね、うん。だし、こんだけね、成功したんじゃないかなっていうふうに思います。はい、てな感じでね、今日はね、まあその外国人選手の補強でなんで成功できたんっていうところをお話ししてきました。まあ結論言うと、まあ原監督は、まあ一人で全権でやってて、で、まあパワーある選手を取ってこいって言ってたんだけど、まあ結局それが、あの変化球にくるくる三振して、まあ結果出せなかったんで、安倍監督はどっちかっていうと、もう編成の人がいっぱいたくさん見てるんで、どっちかっていうともうあなたたちに任せますと。で、ただ、ミートが上手かったりとか、変化球、低めの変化球止まるような選手であれば、僕は全然構わないんで、ホームランは東京ドームなんで、まあ、ちょっと当たれば、角度ついて当たればホームランになるんで、パワーがなくても問題ないです。みたいな感じで多分言ってると思うんですね。で、それで結果的にヘルナンデスやったりと思うんです。まあ、二分の二で当たってるわけなんで。まあ、これもね、もしかしたら他球団も真似していく可能性もあるかな、と思いますし、まあ実際、まあ、ホームランね、まあ、打ってくれたらそれは、こしゃ、それに嬉しいけど、一番こしゃこないけど、結果的にもそんなんね、三振しまくって、低めの変化球止まらんくて、で、チャンスでも、くるくる回ってみたいな選手よりも、それはヒットで打ってくれる方がいいので、どう考えてもね。それはね、安倍監督の方が優秀だなというふうに思うし、他球団もね、もしかしたらそういう選手を今後ね、取っていく可能性っていうのがあるんちゃうかなというふうに思いました。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。